うよ。アクション。いいよいいよ。ほんと自然に涙がこぼれてくる。そうそう、単発単発。悔しいよね、悲しいよね、スーッと落ちてくるよね。ああ。あ、違う違う、このシーンはね、もっと怒りを出してほしい。これだ、前日からね、データ見て調べて、この台打つぞと思って狙った台。スカッタ。悔しいだろ、悔しいだろ。もしくは6、筋トロ出た、積もった、負けた、悔しいだろ、悔しいだろ。その怒りを出してほしい。もう一回いくよ、はい、用意アクション。はい、ということでご視聴いただきありがとうございます。佐藤まさみの目指せパチスのいい女のお時間でございます。この番組はですね、毎回テーマに沿って、そのテーマのもと私がパチンコパチスロを実践して、皆様からのグッドボタン、いいねを獲得するべく奮闘する番組なんですけれども、本日は世界の巨匠映画監督ということで、なんかいろんな映画監督っぽい要素を詰め込んでやってまいりました。メガホンを、ね、持ってる監督もいらっしゃいますし、あの台本をね、あのこうやって丸めてやってる監督もいらっしゃるんですよ。私の場合はですね、下赤塚、地下鉄下赤塚の駅で見つけてきましたジョブアイテムこちらを持ってやってきました。さあということで、まあ、今回の題はですね、まあ、単発で悲しい思いするかもしれないんですけど、まあ、それよりもね、やっぱ名作、まあ、つまりすごい出玉を目指して頑張っていこうと思いますので、ぜひご覧いただく前にチャンネル登録、いいねをしてからご覧ください。では名作撮りに行ってきます。ということでですね、本日名作、お届けする名作はこちらでございます。スマスロ北斗の剣ということで、ちょっと打っていきましょう。なんでこの台にしたかっていうと、狙い台いくつかあったんですけど、それはもう抽選番号がいい方がですね、まあ、抑えられておりまして、いい役者がいた、うん、そうだそうだ、取りたい役者がいた、ここに。おっと、はいはいはい、いいね、ボキボキしてね。やっぱ今のやっぱ監督が役者を信じないと、やっぱいいの、ちょっとエリプレイいらない、取れないと思うんですよね。まあ、もちろん台本はありますけど、ある程度その役者の力量に任せるっていうところも大事だと思うので、ちょっとこのケンシロウっていうね、若手俳優を信じてえ、ケンシロウ何歳なんだろう、10代だったっけか。まあ、若手ですよね、きっと。信じてお届けしたい。それはどっちなんだい、中継なのかい、中継あ、この子やる気あるわ、この子ね。もうちょっとお願いします監督、僕を起用してくださいってちょっと言ってくれてるんで。いいよいいよ、もう一回もう一回、いけるいけるいけるぞ。え、上がってたっていう説はない、その天国だったっていう説ない、いけたよ、すっごいすっごい振り上げてる、見たことなかった、こっちいきます。うわあ、そっちパターン、そっちパターン、けーん、いいですね。あの人気な子役の子なんで、あの子はキャスティングするのに結構努力したんでね。67ゲーム、投資が3000円、素晴らしい、中継に中継に中継を重ねて、やる気のある若手俳優が頑張ってくださいました。なんかその苦しむところがあってこその映像と思ってるかもしれないですけど、最初からハッピー、ずっとハッピーの作品でいきたい。白色、まあ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 、いいよいいよ。あ、これはさ、
あれあれ見せかけられた。あ、よし、素晴らしい。おっと、おー、強水化、強水化の確率も中継の確率も設定15ぐらいまでありますから。いやー、丁寧に、まあまあ喋らないパターンも1回は取ろう。でここで出てくるのは青い足よ。あー、退職から豪勝派はやりすぎ、君の強さはまだ後からでいいから。はい、本当さ、はあ、はあ、242枚来ますかね。一応読んではいます、子役。ターノム、いやーそりゃそう、ボイスバットこれですよ。本当ちょっと誰かラオウの代わり連れてきてもらっていいですかね。あー、でどうしても使わなきゃダメかな。確かに数字は取れるけどさ、あいつ本当、ジャギがいいな。一応キャスティングしてるんですけど、呼んではいるんですけど、まあ、なかなか来てくれない状況、まあ、忙しいんですよジャギさん、なんかラオウさんよりも。お金がいくらあっても足りないよ。そりゃさ、お金かければさ派手な映画を撮れるかもしれないけどさ、ないのよこっちは。そんな、ほらアクション、アクション、カメラ回ってるよ。そう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 、ジャック、まあ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 、まあ、とりあえず、うん、これさっき角だったんですよ。でも許されないよそれは本当に。よし、いい顔してましたね今。これはね、天国だったかどうかっていうところ。あ、いい、ただ怖いんで、あと2回ぐらい、すぐ発展してくれて、もうこのグーってやってるんで当たったよっていう認識でいいですかね。5個を刺してる。よし、ちょっとあいつ本当わがまま、こいつ素直すぎんか。ちょっとそのラン会見はえなんかな、まあいいのかな、まあ、これで決まってくれればいいんだけどな、なんかな、ちょっと違うんだよな、なんかちょっとこう思うようにお芝居してくれないんですよ。ガを出すからさ、あ、仕事できる、あ、いました、あ、やっと来てくれた。584ゲーム、投資が15,000円、2回目の、頼むよ頼むよ、さっきレインボー見せたでしょ。あ、緑、おお緑、ちょっとやる気ある、よしよしよし、いい、緑の力見せてやれ、はい、アクション、いいの、グイグイ系はもういい、いい、いい、一回グーパン、グーパン、え、本当に、ああ一応お呼びをしているんで、声はかけているんで、期待して間に合え、おお間に合った最高役、アクション、あえてのね、あえてのよ、豪勝派出せ、豪勝派出していいよ、出していいよ、うっ、マナちゃん、マナちゃんまだいけますかね、298、マナちゃんもう一回、マナちゃんはそりゃそう、アミバ、お、何事だ、強水化だ、今いい顔してた、
しかもさ、もうちょっと振り返ってさ、カママン放っておけって言っていいんですよ。でもあえてこの振り返りにすることによって、ここのラインをきれいに見せるっていう、まあ、役者としてね、まあ、彼のこだわりですね。やっぱ美にこだわってる。え、これ当たった可能性ある？やっぱ褒めたからかな。よし、素晴らしい。強水化で120ゲーム。あ、そっか、またあいつと戦わなきゃいけない。またあいつか。白色、もう色はもう無視。こんなこと言うと監督のくせにって思われるかもしれないんですけど、まあ、あのシーンを撮るのがすごく苦痛。一旦ちょっと見ないことにします。お前なんか興味ないよってやることによって、え、俺交番になるかもと思って、もしかしたら素直になるかもしれないんで。天才子役、天才子役、天才子役、1126、天才子役お願いし、ジャギ、この台はね、あ、天国。100ゲームぐらいは、まあ、ちょっと昇進の旅させてあげようと思ったんですよ。でも、100ゲーム超えたんで、まあ、十分落ち込む時間はね、ケンシロウにはあげたので、頑張ってもらおう、頑張ってもらおう。よし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 、この子は、この子はいいのよ、ほんと。もうちょっと引こう、レア役。でも真ん中の台もう4回当たってるから初当たり。当たった当たった。やっぱり本当はあれでレア役だけど、レア役じゃなかったから当たった。よしよしよし、止まっちゃった時が。あ、来た。いや、こいつよ、問題はこいつなんだ。当たって嬉しいのに。頼みはもう本当にもういろんな意味で本当にお願いしょ。黄色、今日はいろんな色を、もう色なんてどうでもいい。アクション。え、マジで次5勝破出したら、君がどんだけ人気な役者だとしても首にすっから、わかる？監督ってそういう権限あんから。よしよしよし、え、ちょっとグーだから頼むよ。よし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 、いや、脅すしかないか、やっぱ力には力だ。あ、オークション、分かってんだろうな、すぐ首にしてやっからな。よし、大丈夫大丈夫大丈夫、1回当たってるっていうね、芝居入れさせましたから。あの雲が流れるように、あの技術さんには伝えてますんで安心してください。でもよし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 、ちょっと技術トラブルがあって雲は流れなかったんですけど、うーん、アクション、分かってるね、首だぞすぐ。よし、避けれるよ技術さん、ここ。よしよし、技術さん素晴らしい。スタート。技術さんお願いしますね。はい、ここ。おっと、技術さん、なるほど、子役パターンかな。4-4-6-8、子役パターン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 。確認取れますね、演者の。え、疲れてるみんな、一回休憩挟もっか。一回休んだ方がいい絵撮れそうだったら休むけど、ちょっと足もつれてますね、休みましょうか。ちょっと演者、あの役者が足もつれてるんで、ちょっとじゃあ一回休憩挟もうと思います。
まあね、やっぱいい絵を撮るためには力を入れなきゃいけないので、ここが大事なんですけども、ちょっと皆さんからね、ちょいちょいコメントでね、太ったって書かれるんですよ。なのでちょっと気持ち、気持ち低カロリーな感じで。さあ、ということでご飯を食べて元気が出てきたので、で、十分ね、役者さんに休憩時間を取ってもらったので、うわー、すいません、ちょっと監督が今気抜いてました。これがもっと上あるのかないのか、まあ、あろうがなかろうが次当てたやつで結構伸ばさないと価値は難しいかなと、打ってる時間的にね。ケンシロウ中1だ、中1が無理なら確定役。映画は総合芸術、全員で力出して、技術さんもなんか激しい演出出したりとかして、集団チェリーをみんなで弾こう。ジャギー、え、私ジャギーに会いたいんですよ。ジャギーにオファーかけてるから、ちょっと一回なんか弾こう。ジャギーに合わせてほしいから、私ジャギーのパカーンって割れるの好きだから、あのシーン撮りたい。本当？ジャック。ブワーでいいんだよ。遠慮しないよ、周りに。伸び伸び。伸び伸び芝居しよう。お？言ったか？素直にそうそう、感じるままよ。そのまんまでいい。作らなくていい、作らなくていい。目の前を受け入れる、受け入れる、受け入れる、当たった。最高、白、もう大丈夫、もう白なのはもういい。いいですか、青い足を見せるシーン用意、はい。おっ、おいし、ナイス。ひとまず、ひとまずです、ひとまず良かったです。頼むよ、青い足スタート、用意、はい。うぃー、え、そしたらは一回中継引こう。思いのほか厳強いからね、いけるよ、食うか。君は思いのほか弱いからね。あ、え、下から消えた、行こう。ビリビリ、ビリビリいけませんか。照明さん、今からビリビリ用意してもらっていいですか。しゃあなし、行きましょう。いや、これでもね、全然揃うからね、揃うからね、大丈夫大丈夫。叩け叩け、あ、違う、今私叩け叩けって私が言ってたけど、こっちだ、行け、今見せ場。確かに君は今青く燃え上がっててかっこいいけど、これがマックスじゃない、もっといける、もっと派手にできる、今よ。上り詰めろ、役者の頂点、上り詰めろ。上り詰めろ、上り詰めろ。
ね、足並み1、2、3、はい、ターンのうーっ、でも息合ってきた、息合ってきたよ、いいの取ろう、はいはい、ここあと6ゲーム、1回注意してください、注意してください、炎翔さん息切れそうです、いやもうこれでいいんだよ、これで決まってくれ、これで決まってくれ、4ゲーム相手だと思うんですよ、彼は、彼はあえてギリギリまで引っ張ってくれてると思うんで、役者を信じる、信じるよ、信じるよ、ジャックケンシロ信じる、うまあ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 、まあ、ジャックなんで、ジャックなんで、あと3ゲームあるんで、もうあえてあえてきっとそう、信じよう、お願いします、やっぱその追い込まれてからどれだけ輝けるかっていうところとか、あとやっぱ役者は最後に見せると思うんですよ、ケンシロウ分かってるね、いい音させてる、分かってるね、それ両手でいこう、あのアイコンタクト取ってるよね、中止引くよ、今から見といてねって、でもまあ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 、まあ、君が一皮むけるためにやっぱもう一回、そりゃそう、ほんでそんな大したセット数稼げてない、お願いします、はあ、この飛行ではないらしい、え、またアミバ、すごいアピールする、ちょっと認めたくないんですけど、もしかしたら私その北斗の才能がないかもしれないですね、認めたら困るから認めたくはないんですけど、また無双鉄水チャンス、私天国中、いい、気づかなかった人の無双転生チャンスいいなとかしといて、天国、あっ、あー残骸剣だったら、あよしよしよし、天国だったらよし、かっこいい、いやかっこいい、持ちメダル419枚、うわ来た、何色だったっけ北斗、何色だったっけ北斗、何色だったっけ北斗、久々すぎて、はい、まあまあいいです、本当はあれがいいけどいいのよ、皆さんには青色に見えたかもしれないんですけど、あれレインボーなんで、北斗揃いが、何パーセントかっていうのも皆さん十分ね頭の中に入っていらっしゃると思うんですけど、ちょっと今だけ100でいきたい、集中、攻撃しとけばいつかやることできるんだから、まずこっちが攻撃、絶対やるなよ、押すなよ押すなよじゃないからな、絶対やるなよ、もう二度とフィルムに出られないようにしてやるぞ、よし
ケシロわかるね。さあ雲、雲、え、ちょっと待って待って、まあ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 、まあ、言うてね、言うて言うて言うてグーだったと思うんですよ、あれどう見ても。で1-86、とりあえずねお呼びしてますから子役を。そっちの子役じゃないちょっと待って、もうね、本当本当違う、この映画撮りたいんじゃないんですよ。違う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 、せめて豪商派であれよ、それなら豪商派であれ。ヤクルト1000を配ってる、ありがとうございます。将軍島赤塚店さんがですね、皆さんに、おっと、あ、行く行く提供はい、ストレス緩和、睡眠の質向上、腸内環境感じで、もうストレス緩和今でしょ、やばいストレス、ストレス、やばいストレス、おいいね、最高ここはどこの店だっけ、将軍島赤塚店さんっていうで、将軍島赤塚店さんはね、いいお店さんなんですよ、ちゃんと入ってるもん。夏場はですね、あの冷たいおしぼりをね、朝並びの時に配ってくださるんですよ。今日スイカ久々、特にね何でもなかったところだと思います。あー、おー、強水が2回、強水が2回、いいよ、よし、会えるよ、ここで中地引けば会えるよ、ジャギに合わせて、あ、それ経由、うわー、ジャギに会えない、いや、いいな、あ、当たれ、当たれ、おー、当たればいい、当たればいい、え、いいよ、よし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 、頑張ろう、長かった、長かったってか太かった、そして会いたかった、ちょっとなんか下ネタみたいになっちゃった良い子は見ないでね、この番組ね、これはね、もうあ、中継でしょ、え、リプレイ、え、え、え、リプレイ、会えたのにな、せっかくジャギに会えたのにな、なんかジャギに下ネタ発言して終わっちゃったな、ちょっと合わせてみんな会えた、会えた、ごめんなさいね、さっきは本当ごめんなさい、あのそういうわけじゃなかったんですよ、事故、ジャク、いやジャクでよくないもん、よかったよかった、下ネタが無駄にならなくてよかったです、あざます、え、あ、会えるかも、会えるかも、会えるかも、やっとオファー、オファーがやっとですね通じましたよ、よっしゃ、会いたかったのよこれ、ここ、ここ、ここからね、もう名演技、なんじゃこれはと同じぐらい、あ、すごい、素晴らしい、200ゲーム残り177枚で7回目の天国中の弱水化、いい色見せて、お、さあ行きましょう、悪夢を振り払おう、青色よ、青色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 、ナイス、
北斗ってちょっとしたジャグラーですよね。そんな出玉しか取れてない。表彰5000万。え、分けて半分。表彰強いな。約束だよ。この子素直なんだよ最近。君だよ、もう見えてるじゃん。私今スローにしてあげたよ。おかしい。立て立て。技術さん、雲早めに雲スタンバイ。よし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 、大事です大事。あっ、いける？ケンシロウいけるか。お、いけた。いけたで、避けれるよ。もうこんなに時間あるんだから。ケンシロウ、はい、ここでクモクク。4603、枚数多いねじゃないの。まだ大金払って天才子役呼んでるんで仕事してもらいます。あっ、ちょいちょい、いたかな。え、刺さっててくれないとお化けになっちゃうよ。もう字幕霊生まれちゃうから。いいよ、よし、もう分かれます、当たってます。このハゲ誰だろう。65ゲーム持ちメダル520枚です。まだまくれるよ。さあ最後は何色か。無限の白。ほっ、よし、すばら、当たっちまえ。気を抜くことなくパーンで追い押し。見えてるよ、この距離だったらいけるよ。す、後ろ後ろ、すなんでポンけーんよ。おーいつ、ジャギ喋りすぎでしょ今日みんな。ジャギ2回、にヤミバ2回。ちょっと天国ある可能性もあるので、今じゃないんだな。1ゲーム遅いんだな、リンちゃん頑張ろう。ジャーギ、監督泣いちゃうよ。お、ちょちょ、珍しい。ジャギステージ、やったやった。あー、やる気出してくれたか。やっとこのままジャギに会えるかな。おう、いいねいいねいいね。ちょっとやる気出す。あ、ジャギに会えないか。ラストテイクですよ。青色、はい、分かってるね。分かってないね。いやでもね、私ラオウ信じてるんですよ。後半から彼の芝居は良くなった。ガを出さなくなった。大丈夫、彼はもう完全に自分をコントロールできます。え、本当に、え、本当に、あ、本当の話それ。
あでも避けるパターンあるんで奇跡的にね。はい、あと、まあ、雲が流れるパターンもありますんで。この勢いのままこういけないよね。そりゃそりゃそうなんだ、そりゃそうなんだってば。まあまあまあ、みんな大好き芦田愛菜ちゃん呼ぼうと思います。いや愛菜ちゃん感動対策には君が必要なんだよ。いきます。カット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 、はい、ということですね。先に、切ない結果を報告いたします。土地が828枚、回収279枚のマイナス549枚ということでですね、今数値を見る限りですね、まあ引けてるんですよ、そこそこしっかり、まあ、5と6の間ではないか。つまりですね、まあ、1日を通して、まあ、ラオウにもてあそばれたのか。私的には爆出しして感動の超大作にする予定がですね、ちょっとコミカル系なちょっと面白い映画になってしまったんですけれど、まあ、でもまあいい台打てたっていうのは大事なことなので、まあ、負けはね残念ですけど、まあ、よかったと思いたい。あの無双転生ジャズなんとかすれば、あの北斗揃いなんとかすれば、クソこれやろうということで、またこの北斗へのリベンジは常にしてる気がするんですけど、また次回頑張ろうと思います。ということで今回書いていただくコメント何でしようかな。あなたの今までで一番泣いた映画は、今日の私の気持ちですね、泣きそうだから。ちなみに私は海の上のピアニスト、結構前のやつなんですけど、夜中にやってて高校生の時のかな、見て大泣きして寝れなくなったんですよ。それが私の一番です。ということで皆さんもね、今日の実践みたいに泣きたくなる泣いた映画があればぜひ書いていただければ嬉しいです。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、アクション。